また寄り道して三角アイスを食べましょうね。三角さん、おめでとうございます。明日もいい位置。はい、なんで三角のものを探すのって難しい。監督ならどこにいてもすぐに分かるのに。あんたと寝たい。誕生日おめっす。イカレダさんの演技力もっと活かせるような脚本書けるように頑張ります。あれ、まだ起きてんすか？コントローラーがない。さっきまでこの辺りに。まさか今年もミスミの手に。もう寝た方がいいんじゃない？全自動俺を風呂に入れ。ミスミのバースデーはおにぎりパーティーね。気合い入れてビッグおにぎり作るよ。夜更かしは我が国。猫、犬、ガゼル、三角の耳や角の動物を集めたクッキーだよ。ミスミが喜ぶといいけど。へえ、夜更かしか。俺でよければ相手してやろうか？何をしたいか。最高傑作だ。今日のために紙飛行機の達人にアポ取ってまで準備したからな。眠れなくなることか。紙飛行機大会とか、ミスミの誕生日って感じだよね。ま、俺も負ける気はないけど。天魔の寝言がうるさくて。ミスミさんのお誕生日ですし、まどかくんも呼んでお誕生日会しませんか？僕連絡してみます。人生で一番おめでとうって言われたかも。大事な人がいっぱいいるって幸せですね。昨日の三角の夢。三角って書いて見て見て、俺の紙飛行機。今まで撮った写真を印刷したんだよ。遠くまで飛んでけもしかしてスミーさんに渡すための三角探索。掘り出し物たくさんあったから渡すの楽しみ。あれ、眠れないんすか？ミスミのタンプレは三角のアクセセット、ピアスにリング、こんだけ集めるの苦労したわ。おいおい、夜更かしが。チョコレート、ストロベリー、チーズ。ミスミさんの好きな三角を選んでくれ。
まだ起きてんのか。明日も早いんだろ。ミスミさん、誕生日おめでとうっす。今度レッチとオソロの三角形ピアス買いに行きましょう。ミスミの誕生日か。毎年三角形のものを作ってるが、原点に戻っておにぎりもありかな。子守唄。イカルガのために三角探しをしているんだが、これが意外と難しい。他も当たってみるか。お前疲れてるんじゃなかったのか。泣きぼくろか。質素倹約。意外なもんが三角認定されるから探すのも大変なんだよな。いっそ自作するか。夜更かしはほどほどにしろよ。わあ、今夜の月すごく綺麗だね。まるでミスミ君をお祝いしてくれてるみたいだ。もう遅いですよ。イカルガの誕生日が近づくと必要以上に三角筋を鍛えるようになってきたんだよな。眠れないのか。イカルガの誕生日、ミスミの誕生日だから三角形のマシュマロだけ集めてみた。後で一緒に食べるつもり。ミスミ君おめでとう。君に捧ぐ三角ポエムだ。待ち望んだトライアングル。眠れないのかい。仕方ないね。私が本を読んで。ミスミ誕生日おめでとう。佐京君とおにぎりを作ったよ。具材もこだわって選んだんだ。眠れない。イカルガから三角メニューを増やしてほしいと言われた。サンドイッチかおにぎりか。随分と夜遅くまで起きているようだな。